ドゥーグネット、ロベルト・オドーアは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。愛称は、エルティポ。2011年にアマチュアフリーエージェントで、テキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。契約後、A-9、スポケン・インディアンスで、プロデビュー。58試合に出場して打率。262、 2本塁打、二十九打点、十盗塁を記録した。二0 1二年は、A 級、ヒッコリー・クローダッツでプレーし、109試合に出場して、打率、二百五十九、十本塁打、四十七打点、十九盗塁を記録した。二0 1三年は、まず A 級、マートル・ビーチ・ペリカンズで、プレーし、百試合に出場して打率、三百五、五本塁打、五十九打点、 27盗塁を記録した。8月1日に A 級フリスコラフライダーズへ昇格。30試合に出場して打率。306、6本塁打、19打点、5盗塁を記録した。2014年は A 級フリスコで開幕を迎え、32試合に出場して打率。279、6本塁打、17打点、6盗塁を記録した。五月八日に、 レンジャーズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のコロラドロッキーズ戦で20歳で MLB にデビューした。8番二塁手で先発起用され4打数無安打だった。5月9日のボストンレッドソックス戦でクレイバックホールズから初安打を12日のヒューストンアストロズ戦でブラッドピーコックから初本塁打を記録した。メジャー昇格後、 有望株のジュリクソン・プロファーが、故勝離脱、後釜候補の別の選手も脱落したため、二塁のレギュラーに定着。最終的メジャーでは114試合に出場して打率、259、9本塁打、48打点、4盗塁を記録した。2015年10月3日のロサンゼルス・エンゼルス戦で二塁ベースから、離れたジョニー・ジアボテラの左すねをめがけて、 スライディングした結果、ジアボテラが痛がって、内野手が集まり試合が中断したが、幸い大事には至らなかった。この年も二塁のレギュラーを務めた。120試合に出場して打率、261、16本打六61打点、6盗塁を記録した。2016年5月15日のトロントブルージェイズ戦で、二塁ベース上で一塁走者の、 補正バティスタのスライディングによる守備妨害を受けたが、この際にバティスタを突き飛ばした後に王を出し、両チーム入り乱れた乱闘となり、退場処分を受けた。17日に MLB 機構から8試合の出場停止処分が課せられたが、異議申し立てを行った結果、7試合に軽減され、確定し、5月27日から適用された。シーズンでは2塁のレギュラーに定着し、 150試合に出場し、初めて規定打席に到達した。打率271チーム1位の33本塁が88打点14盗塁を記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。 3月30日には6年総額4950万ドルで契約延長。2018年4月9日のロサンゼルスエンゼルス戦で走塁の際に左ハムストリングを痛めてその後28試合を欠場した。6月1日のロサンゼルスエンゼルス戦で2塁ベースから離れたアンドレルトン・シモンズの左足をめがけてスライディングして小競り合いが起きた。 2019年6月9日のオークランドアスレチックス戦でライアン・バクターの投球前にホームスティールを成功させた。2021年4月1日にチャーリー・カルバーソンのメジャー契約に伴いディーフとなった。2021年4月6日にジョシュ・ストアーズ、アントニオ・カブレロとのトレードで金銭と共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。 2年2400万ドル余りの契約が残っているが、ヤンキースとオドアの契約は最低保証年俸の約57万ドルであり、2300万ドル余りをレンジャーズが負担する形での放出となった。5月4日のヒューストンアストロズ戦でホームプレートを踏む際にマーティン・マルドナードと接触して左膝を痛め、その後11試合を欠場した。ありがとうございます。